皆さんこんにちは、こんばんは。今回ですね、私のめちゃめちゃ大好きなマネラ聖子さんがですね、17ライブというものをやって、配信をやっていて、そこで当たったプレゼントが届いたので開封の方していきたいと思います。ぜひよかったら最後まで見ていってください。ではスタート。というわけでですね、はい、届きました。はい、こんな感じで届いたですね。ではちょっと開封していきますね。ちょっとすごいビリビリでごめんなさいって感じなんですけど、これどうやって、あ、ちょっと待ってくださいね。これ開けてるとこ見せた方がいいと思うんだけどさ、ちょっとね、撮影してる場所からちょっと難しくて、ちょっと待って、どうしよう。ちょっと待ってください。ちょっと開けにくいですね。ちょっとお待ちください。こうやっていった方がいいかもしれない。ちょっとごめんなさい、本当に汚くて、なんかカッターでやるよりこっちの方がいいかも。はい、開きました。何が入ってるかって全部知ってるんですけど、ちょっと全部出しちゃいますね、本当に。かわいい。ちょっと待って。ちょっと待ってください。これどう、ちょっと開きますね。すごいいっぱい来た。やばい、かわいい。ちょっと一個ずつね、ご紹介したいと思うんですけど、ちょっとお待ちください。かわいい。はい、というわけで、ちょっと。はい、というわけでまずね、あんまりこれ見せたくないんですけど、お手紙これいつも入れてくださるんですよ、本当に。あー、かわいいです、本当にかわいいですかね、お手紙。あとですね、当たったもの、まあ、一つずつご紹介していきたいと思いますけど、まずね、鏡が3つあります。これ宣材写真のなんだ、これかわいくない、本当にかわいい。なんか鏡3つ当たったけど1つも使えない、絶対使えない。次、愛犬ギリちゃん、かわいい鏡と、あとはこれ17ライブの1周年迎えた時にデザインされたやつですね。かわいい。ちょっと待って、はい、手紙こっち置きますね。こうやって見せたらいいんだ。はい、かわいい。そしてこれが最後になるんですけど、かわいいキーホルダーが、これなんていうの、リリちゃんと一緒に写ってるマネラさんのキーホルダー、こう、あ、開けた方がいいのかな、これね、裏もかわいいんですよ、ほんと。ちょっと、未開封のままでいきましょう。あんまり開けたくないんです、こういうの。はい、と、これ、かわいいですよ。え、もうなんか手震えてる。聖子ちゃんカットのマネラさん。これもかわいいですね、ほんと。よし。はい、で、最後はこれもかわいいです。リリちゃんの幼少期。ちっちゃい時リリちゃんのキーホルダー。というわけでこんな感じでグッズが届きました。はい、ですね、またいつかな、いつかわからないですけど、グッズがね、届く予定があるので、その時また届いたら皆さんにご紹介したいなと思います。で、前にもね、結構当たって結構グッズ届いてて、こういう湯飲みとかももらったんですけど、そういうのも、ね、今度また全部なんかご紹介できたらなって思ってます。はい、というわけで今回はこんな感じでですね、17で当たったグッズをご紹介しました。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバイ。次の動画もお楽しみに。